はいどんちゃー、ササイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。テレビ朝日のカラオケ騒動、あの余波が止まりません。昨日一昨日と後追い記事がウェブメディアを中心にバンバン出てきておりまして、もうこれは社長会見でも開かないと事態の収拾がつかないのではという感もありますが、そんな中テレ朝の公式謝罪文を見ていたらある点に気づきましてね。あれ、これひょっとするとテレ朝は会社ぐるみで印象操作をやっていたのではなかろうかと疑うべきものを発見しましたので、その件、元大企業の広報担当をしていた笹谷が企業の広報戦略という視点でこの問題を考察していきたいと思います。ちょっと暴露ネタっぽくなりますけどもね、僕のおしゃべりを聞いて目のつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それではまずは参考にした記事からいきましょうか。文春オンラインより見出しがですね、テレ朝飲酒転落、強いお酒次々と、五輪スタッフ10名の9時間はしご大宴会全打ち幕ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。いきなりもう冒頭すっ飛ばしていきますけれども、途中から8月8日20時、東京五輪の閉会式が始まったと同じ時刻、港区にある某鉄板焼き店に、テレビ朝日スポーツ局スポーツセンターの若手社員3名と派遣スタッフ4名の男女が集結し、打ち上げが密かに始まった。はい、いきなりストップ。これは前回僕の動画の中でもね、推測ではありますが、一次会は二次会のカラオケよりももっと大人数で、下手をすると20人以上かみたいなことを言っておりましたが、訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。実際のところ、8時スタートの時点でいたのは7名で、遅れて1名が加わり、合計8名が一次会参加していたということです。で、店は黒で統一されたおしゃれな鉄板焼きレストランで、お好み焼きとフォアグラ丼が名物で、IT やコンサル系の人たちをよく見かけます。シャンパン好きの女子たちの憩いの場でもあり、タレントも多く利用している。緊急事態宣言下でも酒を提供し、深夜まで営業しています。テレ朝のスタッフと思われる集団は随分と上機嫌に酒を飲んでいましたね。とは常連のお客様。一つどうでもいい話。いや、どうでもよくはないか。鉄板焼きの話ね。いつからこれ上級国民が行く場所になったんでしょうか。鉄板焼きってところはね、確かちょっと前に菅首相とか、あるいは二階幹事長が王さん、杉さん、美濃さんなどですね、鉄板焼きステーキ店で懇親会を開いていましたよね。あの当時もコロナ禍の中で4名以下って言ってんのに、お前ら政治家だけ8名で会食なんぞやりやがって偉そうにみたいなね、マスコミは総攻撃をしておりましたけども、いやまあそれ自体は僕もね、いいぞマスコミもっとやれって感じでね、特にその会食をセットした2階の腰巾着林元をとっちめろと思いましたが、ところが一体どうでしょうか皆さん。その攻撃をしていた側のマスコミの急先鋒テレビ朝日が、まさかの鉄板焼きで五輪の打ち上げ、しかも自分らが指摘したのと同じ人数の8名で夜8時にスタートしている、あんたら一体どういうつもりなんだと言われても仕方ありませんよね。しかもこの鉄板焼きの一次会の情報は未だにテレ朝側から謝罪が出ておりません。これは一体どういうことなのか、元 NTT で広報をやっていた笹谷にはおやっと思う案件ですけれどもね。で、21時頃、若手女子社員の A 子さんが合流。宴は一層盛り上がったという。A 子さんは都内有名私立大学卒の帰国子女、中学高校とソフトボール部で、大学も運動部に所属していた。この会には A 子と同じ大学出身の若手社員が複数いた。とはテレビ朝日社員。なんかもうこのプロフィールを見ただけですね、A 子さんが特定されていきそうな雰囲気なんですけれどもね。で、23時30分頃、鉄板焼き店を出た一同は渋谷に移動。二次会となったカラオケ店、パセラ渋谷店の6階の大部屋に入った後、さらに社員2名が合流した。店2軒をはしごした大宴会の参加者は合計10名となった。ちょっと待った。なんで文春はこのカラオケ店を実名で報じておきながら、鉄板焼き店はですね、店名を隠しているんでしょうか。ちょっとらしくないですよね、文春はね。で、10名中6名の社員はいずれも入社2年から4年の若手社員で、多くが大会系の出身。参加したある男性スタッフは、過去にコロナ感染者を出した多人数での飲酒パーティーにも参加したことがあり、濃厚接触者としてしばらくの間出社を禁止されていたこともあります。この日もテキーラなどのアルコール度数の強いお酒をたくさん飲んでいたと聞いている。何、過去に感染して出禁を食らっていたスタッフがここにいたと。テレ朝社員と書いていないので外部のスタッフなんでしょうかね。まあそれはともかくとして、この人たちはテキーラをたくさん飲んでいたということは、もうベロ酔いする気満々で参加していたということですよね。いやマジですげえな、この時期にその大胆不敵な行動に尊敬の念すら感じますよね。で、
3時30分頃、泥酔した A 子さんは帰宅の意思を示し、一人でカラオケ店の部屋を出た。 A 子さんはなぜかエレベーターを使わずに非常階段で1階まで降りたものの、1階は鍵がかかっており、外には出られなかった。 A 子さんは再び非常階段に上り、1階と2階の踊り場から看板やパイプなどを伝って店から出ようとしたところ、足を滑らせて落下、左足を骨折し救急搬送されたという、はい、この異常行動もベロ酔いの酩酊状態が招いた突発的な行動なんでしょうかね。なんとも情けない話でございますけれども、で、 A 子さんが部屋を出た後も宴は続いており、スタッフらは A 子の落下に気づかなかった。1時間後、警察が部屋にやってきて、いなくなった女性はいないかと聞かれた。すでに帰宅したと思っていたスタッフはいませんと答えたが、警察が A 子さんの名前を出したところで、別のスタッフが A 子さんに電話。すると A 子さんではなく、救急隊員が出て、彼女は店の前で倒れていたと聞かされた。それでようやく9人は、いなくなった女性は自分たちのグループですと告げた。その後全員渋谷署で3時間ほど事情聴取を受けたが、事件性がないと判断され解放されたようです。とはテレビ朝日社員。はい、ストップ。この転落から警察がカラオケ店に入ってくるまでの下り、何かがおかしいです。もし文春の記事が正確ならば、テレ朝はとんでもない印象操作をしていた可能性があります。その謎解きは後半に取っておきましょうか。もうちょっと記事を読ませてください。それぞれ帰宅した9人に待ち受けていたのはスポーツ局の幹部からの雷だった。幹部たちは部下の失態を報道局の人間から知らされたという。マジですか？これカラオケ店に行って、その部下から直接ね、申し訳ございませんって連絡が入ったのではなくてですね、他部署の報道部から聞いたってことですからね、超かっこ悪いですし、これ残された社員5名は、口裏を合わせて上司に知らせずに、バックれるつもりだったのではなかろうかと、ちょっとね、そんな気がしてきましたよね。いや、しかしね、監督不行き届きもいいとこですよ。で、その後、スポーツ局のトップが A 子に電話をかけ、聞き取り調査が行われました。はい、出ました。このスポーツ局のトップって誰なんでしょうかね。確か、テレ朝の人事情報によれば、スポーツ局統括ってのが事実上の一番上だと思いますけれども、まあ、もしかしたらね、スポーツ局局長もいらっしゃるかもしれませんが、で、そのスポーツ局統括の肩書きを持つ人は、亀山啓治さんっていう方なんですけども、この亀山さん、テレビ朝日の社長さんなんですよね。ですから、この記事が本当であれば、スポーツ局の統括兼社長である亀山啓治氏が、直接 A 子さんに電話をしたという、仮説も成り立ちます。いやー、雲の上の社長からね、直々にお電話をいただいたということであれば、なんとも羨ましい限り、社員冥利につきますなーっていう感じでございますけれどもね。で、A 子さんはスタッフらと打ち上げをしたことを認め、謝罪した。なお、A 子さんはかかとを骨折、手術が必要なほどの重傷で、全治半年と見られる。今も足を吊るされ入院している A 子さんや、どんちゃん騒ぎをしていた五輪スタッフたちは、酔いが覚めた後何を思ったのだろうか、おしまい。ということで、この記事かなりすっ飛ばしております。概要欄に URL 貼りましたので、そちらからね、詳しいことを知りたい方はご覧ください。でですね、記事の文末にスタッフたちは酔いが覚めた後何を思ったのだろうかと問いかけて終わってるんですけども、この答えをテレ朝っぽく回答すれば、絶対に負けられない戦いがそこにはあるに似た言葉で、絶対にやらかしてはいけない飲み会がそこにはあるって感じでしょうかね。カミラ J もびっくりって感じですよね。って冗談は横に置いておきまして、こっから先はですね、途中で出てきた謎解きの件も含めて考察したいと思います。まず、この考察はですね、あくまでも文春の記事が正確という前提で話を進めていきますので、文春が間違っていたら、これも間違っているかもしれませんので、それ前提でお願いいたします。まずは時系列を追っていきましょう。日付が変わった8月9日 AM 3時30分頃、A 子さんがカラオケ店から出た後、2階から転落。これに気づかなかった残りの9人は宴会をそのまま続けていきます。そしておそらくは始発までここのカラオケ店に居座るつもりだったのでしょう。しかし、先ほど帰ったはずの A 子さんが2階から転落し、通りの人が見つけて110番通報。文春の記事によれば、1時間後に警察が部屋にやってきてと書いてありますから、A 子さんが転落したのは AM 3時30分。その1時間後ですから、AM 4時半ということになりますよね。今までの報道では、救急隊もしくは警察が部屋にやってきたのは AM 4時頃です。でも、文春の報道ベースでは AM 4時半になります。たかが30分。さまつな話だと思いでしょうが、これがマスコミ用語とかアナウンス用語になると話は全然変わってきます。
アナウンス用語では局によって若干誤差ありますけれども、 AM2 時から4時までの範囲をですね、未明という言葉で表しています。一方 AM5 時ということだとですね、明け方という言葉で表します。ではその中間の AM4 時30分、ここはどうかというと、これもどうやらですね、明け方と呼ぶそうなんですよね。ちなみに NHK でもこの事件を報じておりまして、そのまま記事を読みますが、テレビ朝日などによると、東京オリンピック関連の番組を担当したテレビ朝日の社員6人と外部スタッフ4人の合わせて10人は、閉会式が行われた8月8日の夜から翌日の明け方にかけて、東京渋谷区の飲食店で打ち上げの名目で飲食を伴う宴会を、とまあこんな感じで明け方という言葉を確かに使っています。こんなのは重箱の隅をつつく話だと思いでしょうけれども、ただ昔企業の広報担当したことがあるサセアに言わせれば、ちょっと見過ごせない話です。前も言ったかもしれませんけれども、企業の広報担当というのは会社の顔の部分に当たるので、良いニュースはより大きく報じさせようと手を打ちますし、逆に悪いニュースはそれを極限まで小さくしようと試みます。少なくとも僕が元いた NTT の広報室という部署は営業部の近くではなく、ホーム担当の隣にありました。なぜかと言いますと、万が一の時に企業ホームと照らし合わせて、場合によっては弁護士とも相談して、悪いニュースの記者会見をセットする部署だからです。その視点で、テレ朝の広報部としてこれを見た場合、今回の悪いニュース、嘘をつかない程度で印象操作をしていた可能性があります。テレ朝社員が未明までカラオケで宴会していましたって言い方と、テレ朝社員が明け方までカラオケで宴会をしていましたという言い方では印象が全然違ってくると思いませんか？未明って聞くと、そうか、12時過ぎて1時2時までやっていたのか、ふてぶてしいやからだねって感じになりますが、明け方と聞けば朝まで飲んでいたのか、言語道断、ありえないでしょっていう感じで入ってくる言葉の印象で人の感情というものも変わってきますよね。このような広報担当の視点でお話しした後に、テレビ朝日広報部が出した会社の公式な謝罪文をこれから読んでみましょうか。今月8日夜、東京オリンピックの当社番組担当スタッフ10名が緊急事態宣言下における東京都の要請及び社内ルールを無視して打ち上げ名目の飲酒を伴う宴会を飲食店で開き、翌9日未明、未明ってちゃんと書いてありますよね。翌9日未明、退店する際に当社スポーツ局社員1名が誤って店の外に転落し負傷して救急搬送されました。これくらいにしておきましょうか。明け方ではなく未明という言葉を使って人に伝わるネガティブな印象を和らげる。でですね、印象操作っぽいのはこれだけではないんです。実はこの謝罪文で最もひどい部分というのは、もう一回ね、これ読んでみましょうか。謝罪文のスタートのところね、ここには8日夜とだけしか書いてありません。8日の8時とは書いていませんよね。で、さらに皆さんもこれ URL 貼っておくのでね、ぜひその目で直接この文章を確認してほしいんですけども、この謝罪文にはですね、カラオケ店にいただとか、鉄板焼き店にいただとか、そんなことは一切書かれてないんですよ。嘘をつかないギリギリのラインでお店の情報というのは、飲酒を伴う宴席を飲食店で開きとだけ書いてあります。これは、鉄板焼き屋もカラオケ店も両方この言葉で包み隠すことができるので、テレ朝の広報部はかなり気を使ってホーム担当あるいは弁護士とも相談の上戦略的に謝罪文を出していることが伺えます。今回の謝罪文を広報部目線で要約すると2つ。まず1つはですね、夜8時からの1次会を悟られないための工夫。そして2つ目はですね、終了の時間をずらして明け方を未明と表現した。それをした理由は、ネガティブな論調を極力抑えるためのことだった。そのためにテレ朝の広報部が戦略を講じたっていうのが、企業広報を担当したことがあるサセアンの見立てです。この話、信じるか信じないかはあなた次第です。とまあこんな感じで、今回は知られざる企業の広報目線で考察してきましたが、でもまあ一応ね、僕がテレ朝の広報部だったら、この事件をどう処理するか、おそらくはですね、多分同じような謝罪文を書いていたと思います。それくらいですね、広報らしい戦略がまぶされた文章なんですけれどもね。なので謝罪文の出来というのは、まあ仕方がないっちゃ仕方がないんですけれども、嘘は書いていないが法的レベルで煮詰めて印象操作に近いギリギリの線を狙ってやっている。だから戦略的にはですね、これ広報担当として広報部としていい仕事してると思うんですよ。ただ今の時代、こういう裏事情をサングラスかけたアホみたいな YouTuber がね、そのやり方は暴露しちゃう時代ですからね。
企業も気をつけないといけませんよね。と、まあこんな感じで今日は企業の広報という視点で考察していきましたが、いかがでしたでしょうか。ちなみにですね、会社が謝罪会見を開くとき、社長や役員がどのように説明するか、あるいはどのように謝罪するか、裏でレクチャーしたり想定問答を作っているのもですね、広報担当のお仕事の一部なので、企業の広報と聞くとね、なんか華やかなね仕事をイメージする方もいらっしゃると思いますが、意外と泥臭くてネガティブな仕事もするのでね、イメージとの落差が激しい部署なんですけども、まあ今日もね話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。テレ朝の社員の宴会とかけまして、田原総一郎とっときます。その心は、どちらも朝まで生で頑張りますと。あれ、なんかスーパードライのようなキレがないな、スカッとしないギャグのキレがありませんけれども、まあそんなことだってありますよ。ということで、本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ということで、本日もありがとうございました。ササヤンでした。